実はまあ大阪のですね5月の、コロナ感染による死亡者数というのは、昨日時点で、791人、1ヶ月で、791人という膨大なもう本当に多分5月いっぱいで800人になるんじゃないかという方が、まあ、もう本当に言葉を失うような、状況であります。で、まあ、第4波が始まった4月と一緒にしますと、まあ、4月が確か272人ですので、4月と5月合わせて1063人、今、全体で、大阪は2247人亡くなられておりまして、 35% がこの第4波で、命を、失われた状態になっております。で、このような状況になった、原因要因は何だというふうに捉えておられるのか。私どもが今評価しているのは、これは様々な理由で、これはその大阪府で例えば重点措置を検討し、それが要請し、さらに決定するまでの時間がありますよね。これがやっぱり少し手間がかかったというのが、私はこれ後から見るとあるんで、大阪の場合には少しアクションが、これ誰が悪いとかっていうことではないと思いますけど、さまざまな理由で、このアクションが少し遅かったということで、まあ、高齢者施設での感染が広がったということだと。確かにまん延防止等重点措置はやはり今今回より2週間前に出さなければならなかったであろうと。で、私の感覚ではまん延防止等重点措置の時に緊急事態宣言を出さなければならなかったのではないかと感じています。そういったですね、やはり今回の大阪のことについて、特に全国一のこういう死亡者数になったということで、検証がやはり必要だというふうに考えております。国会議員の先生の前で、これなかなか難しいと思うんですけど、重点措置の発出するまでのプロセスがほぼ緊急事態宣言のプロセスと一緒でですよね。おそらく違いは総理大臣の記者会見があるかないかみたいな、まあ、やや大雑把に言うと。そんなところで、もうそもそも重点措置というのはなるべく早く機動的に打つということなんだけれど、ずいぶん重いプロセスになっているんで、ここはなんとか一感染症の専門家としてはそういうことをすぐに検討していただければ。で、今回の大阪のこともそれが一部関係していると思うんで、これは私の個人的な希望でございます。緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の違いは総理の会見があるかどうかなんですけど、実は沖縄への緊急事態宣言の発出では実は菅総理は会見をされておりませんで、ちょっと今の議論とは関係ない話なんですけれども、私はこれ本当にですね、総理にちゃんと会見していただかなければいけない。特に緊急事態宣言を出すというのは非常に私権制限かかる話ですから、やっぱり一国の総理がねやっていただかなければいけないというふうに思いますので、ぜひ、田村大臣また閣議の時などに総理に言っていただければと思います。それで、例えばですね、今日京都大学の西浦先生が、ツイッターでこのようなことをつぶやいておられまして、インド変異株は、今の公衆衛生的介入では止めることが厳しいということもあり得ると。今のつまり緊急事態宣言などの、措置ではもう止めにくいという、こと可能性について言及されておられます。私はインド株に対する対応としては2つの側面があると思います。それは国あるいは自治体の政策ですよね。それにとこうする形の一般市民のこの感染対策に関わる協力ですよね。このウイルス変異株というのは従来株よりやっぱり感染しやすいと思います。それは同じ空間にいても、今までは比較的長くいなきゃうつらないのが比較的短い時間でうつる、あるいはベンティレー換気が悪いところだとうつりやすいというところで、今までよりもうつりやすいというようなことがあって、そういう国自治体の対策という意味で、今西浦さんの言ったのはそういう趣旨ですよね。人流を下げるとかで、そこは大事だと思いますけど、もう一つ私はこれのやるや単にも人々の協力ということでは、今緊急事態宣言に対する、効果というのが去年の4月に比べて薄れていることは間違いないので、こういう実態がありますよね。この実態に対しては私は科学と技術を駆使する、今までも使ってきましたけど、これ最大限に活用する時期で、それが一つがワクチンであり、検査を今
ここで国の方も真剣になってくれる検査とワクチンと、それから実はあまり一般の人には興味がないと思いますけれども、疫学情報の共有というのは、これは日本は極めて発展途上国です。ここをなんとか IT のテクノロジーを使ってですね、今までいろいろ試みがあったんですけど、なかなかうまくいかないので、ここには来ても絶対に検査とワクチンと IT テクノロジーによる疫学情報の迅速なる自治体間での共有、この3つがさっきの人々の行動、西浦さんの言っていることに加えて重要だと思います。辻金穂さん。大臣、今の尾身先生の3つが大事だということはお聞きいただいたでしょうか。後遺症ですね、いわゆるロングコービットと呼ばれるような、後遺症、実はね、保健所はですね、もう10日間の待機が終わったらもう積極的に動いてくださいとか言っちゃうわけなんです。で、これももうちょっとね、さすがに積極的に動くと今後遺症ありますから余計にしんどくなるという方がいらっしゃるので、そこへの支援をちゃんと、やはり大阪の場合感染者数多いのでやらなきゃいけないというのと、もう一つが遺族ケアでして、自分が例えば家族で感染した場合は自分が持ち込んでしまったがゆえに、例えば自分の、夫とか妻とか、に感染がうつって感染してしまって、それで亡くなってしまったということで、ものすごく自分を責めながら、でも感染した事実をほとんど誰にも言えないということで、本当にですね、なんかどこにも行き場がない、もう孤独と自責の念でもうどうしようもないような状態があって、これちゃんとですね、やっぱり遺族のケアとかグリーフケアをする、そういったこともこれからちょっと必要になるかと、感じております。本当に後遺症というのはかなり頻度の高い割合で起きていそうなので、この2つについてはしっかりと、今もうすでにそういう試みが始まってますけど、これについては各地方自治体の動きを国はサポートしていただければと思います。やはり今ですね、オリンピック・パラリンピックの、開催をもうなんていうか非現実的になっているような状況の中で、私やっぱり気になっているのはホストタウンなんですね。これ本当に各自治体も今交流事業の実施に悩んで、で、国から求められているようなマニュアルの提出もですね、手間取られ、本当難しくて、難題が降りかかっているという状況で、もうね、やっぱりそろそろもうホストタウンも、強行するような状況ではないんじゃないかと思ってます。で、この間議論してきて、例えばその様々な交流を中止する自治体の情報をですね、報道で拾う体制はおかしいということも申し上げてきましたし、そば打ちなどの交流イベントというのも、もう今の時期おかしいんじゃないかとも投げかけてきました。で、ここの議論で、実は事前キャンプの受け入れは340自治体がやるということも、教えていただいたところです。で、様々調べているうちに、実は5月14日に、ホストタウン事業の中で、実はちょっと落札している、事業があったんですね。で、まずちょっとその金額だけ教えていただきたいと思いますが、5月14日に落札された、このオリンピック、オリパラ基本方針推進調査、新型コロナウイルス流行下におけるホストタウンの交流や情報発信のあり方等というのは、これいくらで、落札契約をされたものでしょうか。上松、税込み価格で、12億9000万とび30万でございます。小辻香菜子さん。そうなんです。これね、今ですよ。今ホストタウンに13億のお金がまた税金から投入されているということなんですよね。ちなみになんですが、オリパラ基本方針推進調査って、これ累次にやってるんですけども、これまででだいたいいくらぐらい使われてますか。約43億6900万でございます。ホストタウンって実はですね、地方交付税措置とかですね、地域活性化事業債で財政措置してるんですが、それ以外にも40億近くがやっぱオリパラのために使われている。で、この内容ちょっとまたこれ今後もうちょっとやるので、今日は指摘にとどめたいと思いますけれども、中身って、今回の13億の中身というのはコロナ禍なのでオンライン交流などの支援をしますよと、でそれの発信の手伝いまして報告書でまとめますよというような内容なんですよね。大体ね、これなんかなんとなくね、自作自演じゃないかと、ホストタウン交流やりましたコロナ禍でもっていうね、ちょっとアリバイ作りに、本当にこういう無理をしてるんじゃないかな。結局、政府がですね、政治家が、オリパラ中止ということをしないがゆえに、こんな無理くりなことをしているんじゃないかということであります。また詳しくは、今度やりたいと思います。